全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。私はよくカフェで記事を書いていることが多いのですが、最近よく行くのが研究学園のスタバです。楽しそうに雑談をしている学生、打ち合わせをしているサラリーマン、静かに勉強をしている大学生風の人、いろんな人がいます。決して座席数は少なくないのですが、スタバはいつも人が溢れています。様々なカフェがある中で、なぜこんなにもスターバックスには人が溢れているのでしょうか。コーヒーの値段が安いわけではありません。特別にコーヒーの味が良いというわけでもありません。でもスターバックスには人が集まります。それは、スタバが快適なサードプレイスを提供しているからです。サードプレイスとは、直訳すると3つ目の場所という意味です。1つ目の場所が自宅、2つ目の場所が職場、そして3つ目の場所がスターバックスというわけです。このサードプレイスとしての価値を高めていくことで、お客さんが集まっているのです。スタバに来るお客さんの多くは、実はスタバのコーヒーが飲みたいというわけではありません。スタバがサードプレイスとして提供しているのは、スターバックスというブランド、おしゃれな空間、インテリアの中で快適な時間を過ごすというものです。おしゃれなスタバでの友達とのおしゃべりは、マクドナルドでおしゃべりするよりも価値を感じます。快適なスタバでの打ち合わせも同様に、他のファーストフード店で打ち合わせするよりも価値を感じるのです。自宅、職場に続く3つ目の場所、サードプレイスとしての価値を高めることで、他のコーヒーチェーン店と大きな差をつけているのです。このような付加価値をつけることで差別化していることから、スターバックスはお客さんに支持されているのです。私たち全国障害年金パートナーズは、障害年金の手続きをサポートしています。しかし、ただ手続きをするだけなら、他の障害年金専門の社労士事務所でも同じです。私たちがスタバと共通して言えるのは、他の競合と差別化し、別の価値を提供しているということです。私たちは全ての障害年金に対応しているわけではありません。うつ病専門です。怪我や病気の種類ごとに、障害年金の認定基準は異なってきます。お客さんの目線で考えると、自分の病気での障害年金手続きを十分に経験しているかどうかは、外からは見えません。自分の病気での障害年金手続きは大丈夫ですか？と聞いたとしても、社労士事務所は大丈夫としか答えないでしょう。たとえ、あなたの病気での障害年金手続きをやったことがなくてもです。成功報酬の社労士事務所が多いので、失敗しても報酬が入らないだけと考えれば、責任の重さを感じなくても良いのです。一方、私たちのような、うつ病による障害年金専門の社労士事務所の場合はどうでしょうか。質問するまでもなく、うつ病での障害年金は、経験豊富だということがわかります。うつ病に特化することで、他の社労士事務所さんとの差別化を図っているのです。また、うつ病の障害年金ばかりをサポートすることで、うつ病に関しては、他のどの社労士事務所さんよりも大きな経験値があります。これによってお客さんは、安心という価値を手に入れることができるのです。その反面、身体障害などは私たちでは十分なサポートを行うことはできません。ほとんどの障害年金専門の社労士事務所さんは、サポート地域を地元周辺に絞ることで、どんな病気、怪我による障害年金にも対応しています。一部の社労士事務所さんは、障害年金全般から範囲を絞って、精神障害全般を専門としているところもあります。どちらも一長一短ありますので、
自分にとって最良だと思える社労士さんに障害年金のサポートを依頼しましょう。自分で手続きするという選択もありますが、うつ病に限って言うと非常にハードルが高いので、専門の社労士に依頼することをお勧めします。うつ病の症状によって判断力が落ちている状況では、各種書類を適切に書くことが難しいからです。また、医師に正しい診断書を書いてもらうためにもコツがいります。それらをきちんと理解し、実践できているのは、うつ病の障害年金の手続きをたくさん経験している社労士さんだけです。その点を考慮した上で、障害年金手続きをどうするか決めてください。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。